今日はですね、ヒデオくんがショッツル鉱山に大量発生したということで、探していきたいと思うんですけどもって言ってたら現れましたね。いっぱいいた。大量。わー、いる。かっこいい登場シーンが。かっこいい。ぬるっと出てきましたね。ぬるって。なんだ、なんだあのおちゃちゃ。荒ぶってる。わ、怖い。来た。怖いよ。なんか置いたけど、ビーコン。近すぎて見えていない。うわあ、びっくりした。着地術か、今の。今、着地術だな。はっはっは、逆に。荒ぶってるな。前変わらずね、ヒデオくんは、よくわかんない。ちょっと面白い。いや、結構面白いかもしれない、今の。な、やぐら動いた。やぐら動いた。やぐら持ってってる。ヒデオがやぐら持ってった。荒ぶってるんですけど。もう情報量多すぎて、もうどこ見てるかわかんないよ。あそこでヒデオがやぐらで対面してますけど。チャージャーといるんですけど。ヒデオ待って。ヒデオ待って。待って、ヒデオ。味方のヒデオが、なんか、首かしげてて。大丈夫か大丈夫か。味方のヒデオがちょっとね、ボケちゃったのかな。なんかボケちゃった。大丈夫か。おじいちゃんヒデオかな。ちょっと上向いて、空見てるんですよ。いい天気だなって。空見てる。ほら。何してる？なんかあるの？なんか見えるの？あ、待って、置いてかないで、ヒデオに置いてかれた。置いてかれてしまった。やっぱヒデオくんって言ったらスメシワールドでしょ。ここのテーマパークのキャラクターがヒデオくんなんだって。あ、なんか眩しい。あそこ、眩しい。白くてヒデオくん、カメレオンみたいに色が保護色みたいじゃないか。ちょっと見にくい。わあ。ヒデオがかっこいい。かっけえな。かっこいい。いいね。うおーうわー花火みたい。わーお三連発。ヒデオ三連発だね。打ち上げ花火みたい。ヒデオが花火になってる。かっけー。かっけー。かっけー。